やって見直さなあかんなって思ってた。ほんまですか？ほんまや。じゃあ今おすすめの商品がこちらでして、僕にも三ツ矢サイダーちょうだい。お前
今日も可愛い。今日も可愛いよ。あ、おい、コップコップ、コップ。ああ、コップ持ってきた。ああ、したね。ああ、もうそれも済んであるやな、もう。いや、また負けやったんで。東京もに負けましたわ。そういえばみっちゃん、昨日万博行ったんだって。月の石は見れたの？それが偉い人で、平日やし暑いから空いてる思うたらもうめちゃくちゃな人で、そやけど月の石見たいし辛抱して並んでたら、あれが忍者病で倒れまして。暑い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 よ、暑いね、お前お前。何？どないした？なんかあったん？昨日三郎と万博に行った話。ちょっとみっちゃん。何？三郎とみっちゃん、万博にデート行ったんかいな。ちゃいます、そうなんちゃいますよ。行く人三郎しかおらんかっただけです。怪しいな。ほら、じいきし、お前、おくれが取ったな。うちの三郎みっちゃんと万博デート行ったんやて。あーって、ちょっと、ちゃいます言うてやろ。
本全体が大きく変わっていきますのでね。何しろ月に人間が行く時代ですから。かぐや姫、月の帰りはアポロか。うまい。遅く。そうですよね。月ですよね。なぜウサギおれへんかと思うな。おっ。そうだね。ああ、でも変わってほしくないところもありますよ。欲しくない。そうですよね。義理と人情ですよね。それや。義理が二人はこの世は闇よ。生地止めるな、男の道を。ありがとうございます。そこは少し変わってもいいんじゃないか。わけやねえな。おい、こら！お前ら何先読んでんだろうな。あ、ちゃうやろ、こら、おい。聞いてへんかったんか、今。男の話。今、金吉さんとギルト人情について話してたと違うんか、おい。はい。それを、お前、先輩差し置いてんの、もっとどういうことじゃ、こら、ボケ！すいませんでした。すいませんで、ね、すんなら、警察いらんのじゃ。最初から、やり直しや、おい。おい、どこ行くね、おい、こら。おい、おい。兄貴、今日も暑かったっすね。頭から湯気出てますわ。ほんでやつ、セメント流す、11時からにしてくれって連絡入りました。ミキサー車入れるように行けと、開けときますわ。せやな、あの運転手になっちゃうから強引にグン入ってきよしな。準備しときます。おっす。セリフ違うだろう、このハゲ。乾杯からやり直し言うてんねや。はい、お疲れ。お疲れ様です。これでええやん。義理と人情村田秀夫、お前らよう覚えとけよ、ボケ。うるさい。何が人情や、何が義理や。人間はな、進化してからあかんねん。芸術はバカす。何が村田秀夫や、アホボケかす。あ、先輩、どうしたんですか。じゃあもうそっちより。おい、お前なんぼや。わしかい。27や。27まだガキやないけ。ちょっと先輩。そういう姉ちゃんはどう見ても酔いたんぼ。お肌が曲がって曲がって曲がりくねって、とうに25は超えてあるやろ。兄貴、下手したら30超えてますね。ほんまよ。うるさい。レディーに年を聞くな。うちはな、こう見えても女優なんや。お前らよりも頭数百倍使っとんじゃん。特にこいつよりもな。おいこら、いくら酔いたんぼ豊かで兄貴に失礼なこと言うだよ。兄貴の悪口言ったら俺がしょってんからな。うるさい、雑魚は黙っとけ。何やそれ。相手まだガキやないかい。黙って見とけ。男は黙って札幌ビールじゃ。飲むで。おっ。何が男は黙って札幌ビールや。彼女おらへんくせに。おったこともあるよ。嘘でしょ。こんな顔で、こんな顔で彼女おったことあんの。おなにき。デブはやめようや。デブ。デブ関係あるねん。デブ。デブはやめろってお前。こっちおらへんデブ。ブタブタコブタ、お腹がすいたと。せーの。ブタブタコブタ、お腹がすいたと。せーの。ブタブタコブタ、お腹がすいたと。お前やよお。お前ええ加減にせよお前。まあ、人が一番気にしてるわ。何が女優じゃ。女優がぬいぐるみかぶるんか。お前のところぬいぐるみケチなんやろ。顔見えてへんがな。見せん方がええか。はい、しょうもな。顔出すときもあるわ。脱ぐときな。はい、しょうもな。はい、残念。勝ったよ。飲み直しやばい。はい、乾杯。注意か。先輩、帰りましょう。待て、こら、おい。今、なんて言うたよ、これ。おい、これ、出てこい、こら、ボケ、ボケ。兄貴、お客さんからっけ、サッポロビール。
か。あちょいとそちらのお姉ちゃん、目をそらさんといて。今夜あたりドライかな、アフロ化してくれまへんか。何もかも嫌になってしまったよ。いや、事情はよう分かれへんけど、その気持ちは何とも分かるような気がするな。え？わしもな、家でしようとしたことがあるんや。おっちゃん。兄ちゃん、わしの若い頃によう似てるわ。今、いくつや？22です。いつこっち来た？そうです。今朝って、なんや、エアコーバス乗ってきたんかい。ええ。わしと同じや。え？いや。それで、兄ちゃん、泊まるとこどないすんの？上野に泊まるんか？友達がいますよね、そこに。そうか。大阪も、だいぶ変わったよな。なあ、そうかな。わしん時はな、ちょうど大阪の変わり目だよな。万博あったり、高速できたり、地下街できたりな。目回るような、町中遊園地みたいやったな。けど、その大阪は捨てなかったんですよね。そやな。なんで捨てたんやろな。兄ちゃんはなんでや。なんか嫌になった言うてたけど。ちょっと親父とぶつかってしまって。うちね、自転車やってるんですけど、継げ言われて、継がへん言ったら出てけ言われまして。それで。言われた通り出てきたってわけか。東京の方がおもろそうやし。おもろそうで、大阪に未練ないか。未練、まあ、ないことはないですか。これやろ。これって女や、女。こっちの時はそんなあったんですか。恋の話か。ええ。そら、おいしかて恋の一つや二つあったかな。わしにすがってやな、泣いてくれる女くらいおったかな。こんにちは。こんにちは。西の国から、こんにちは。こんにちは。東の国から、こんにちは。世界の人が、こんにちは。こんにちは。桜の国で、1970年のこんにちは。こんにちは。こんにちは。握手を。いやー、今日もよう働いた。
会社のため、人のため、みんなのため、真面目に働いたな。ほんまやな。鉄、ビールちょうだい。熱々汗かいたな。鉄おらんな。え、うま？鉄、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 おい、鉄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 。ほんまにおらんぞ。ほんまやな。みつこ姫、ビールちょうだい。喉からからやね。あんたらにはビールはない。そうや。およよ。なんかあったんすか。お前らに関係ない。おおお、何怒ってはんの後輩は。わかった。あれが原因か。あれか。何が言いたいね。もう早く帰れよ。仲間割れかいな。そんなことでは今年もまだ。東通り商店街には勝たれへんな。お前ら東通りの T シャツ着やがって裏切りやったな。わほんか、俺らがどっちのチーム入ろうと勝ってやろ。それにな、あっちにはお得意さんが多いんや。俺らに入ってほしかったらテレビ買え。テレビ顔見知りのよしみでちょっぴり負けたってもええで。今時白黒テレビなんて時代遅れや。大阪の恥や。あほんか、誰が買うか。特にお前らからはな。そうや。けどよかったな、リーダーが敵前逃亡するようなチームに入れへんでな。ちゃうなぁ。あっ、一石浮かんだ。小話その1、天馬商店街チームとかけまして、天馬商店街チームとかけまして、彼女へのプレゼントと解く。そのところはバラ、バラ。わしわかんだ。お前言ったれ言ったれ。小話その2、はい、天馬商店街チームとかけまして、天馬商店街チームとかけまして、ふにゃふにゃのビルディングの得。その心は鉄がない。うまいなぁ。あら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 、みつこ姫、もしかして泣いているの。ふぅ、落ち込んでる顔もべっぴんさんやなぁ。よっ、天馬小町、お前らええ加減にしとけよ。てなわけで、ほなこの辺でさいなら。何がさいなら。お誕生日にはちょっと早いんですけど。おい、おっと、
所の花やスターやで、あんたは。なはい。うん。うん。せやけどな、ほんま腹立つな、あのおっさんな。だってな、名前からしてへんや。なんであんたの芸名が早乙女ゆきで、あたしがゴミ拾えやねん。わあ、そこのゴミ拾え。これええな、ゴミ拾え。はっ。顔の色とか形とか喋り方とか目の色とか、けどゴミさんとか